エスサイズの人、前回エスサイズの今の会社の人、お母さんも狭いから彼はどこからでも撮れるからな。前の人は座るか、前の人はスマイル、スマイル、スマイル、動きながら撮ってるのか。そう、座る、座る、歩けと、歩けと。いや、お二人座ればいいんだよ、二人ね。ちょっと前に来て。まだお金が来ない。おー、いいね。聞いたよね。必要ね。マッサティアンコロンポン。おもちゃの入れてみしなきゃいいかな。沢田新。沢田新。心情の都合により、代わりに長富氏が。はいはい、どうぞどうぞ。よし、そっちにも。OK。化粧してきた子、はい、前の人座って座って、背の低い人は座って、入るかな。大阪に持って帰らんか思ってる。そう、全部を実際に動画になるのか、動画になるのか、大丈夫か、バイバイ。まだ外を歩いていけるでしょ。猫飯。よし。どうや、ビデオですか？映像？うん、ペースペース。ちょっと出かけて、声が出てたから分かんなくて、サイクスさんに。
や、前途多難だと思いますよ。私の個人的な印象だと、あの決議文書の言葉はとても綺麗だ、さーっと流れている。誰はいついつまでにこれをしなくてはいけない、このことを何回せよなんて一個もないでしょう。私たちはみんなお互いに大切にしていこうねっていう、そういう書き方だ。今までになかった決議文書の形ですよ、これ。さあ、ああいう音が出るのはね、もう話をやめろっていう感じ。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みな、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みな、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。最後の決議文書まで作れたことを感謝しながら、仲間がいることを感謝しながら、これだけいるんだから、仲間がいること、お互い癖があってもお互い仲間だ、主に感謝しながら祈りましょう。主の祈りを唱えましょう。